はい、ゆずるです。よろしくお願いします。どうするしてみようかな。いつも映ってないですよ、カメラに。映ってるかな。わかんないけど、いや、もういいんですよ、カメラ映ってる。いや、僕、学校の時に、はい、机でこう寝るといたり、はい、隣いるじゃないですか、はい、で、例えばこう、まあ、はい、ね、寝る時に、こうやって寝てた。怖すぎる。やめて。だから、怖すぎる。先生、変わってくださいと言われてる。いや、そうですよ。ほら、隣の席になったら泣かれたって言ってたの。そうです。それだ。うわー、そりゃ泣くわ。これ、はい、知り合いから、もらった話題なんですけど、うん、老害といい先輩の違いっていうのを何、どう考えますかって言われたんで、ちょっと小田原先生に聞きたいなと思ったんですけど、どう思います？行ってみよう。行ってみましょう。はい。老害という存在をどのように捉えてますか？最近よく聞くようになった老害って聞きますね。そのいわゆるその年配の人とか、はい、お年を召した方のなんて意見とか、うん、そういうのがちょっと面倒くさいと。面倒くさいとかですかね。そう、もうそんな時代じゃないからみたいな。いつまでそれ言うとみたいな。まあ分かりやすい例で言うと、僕野球してたんで、うん、おいあれ水飲んでんだよとか、うん、まあ、今の時代そんなこと言うと普通いないじゃないですか。それも老害なんだ。もそういう人とかをイメージしますけどね。うさぎ飛び、うさぎ飛びだって、いやいやいや、そんな人は膝痛ますよって、それこそね、今の人たちとか言うじゃないですか、うん、言ってもうっせえやれよみたいな感じで落としちゃう人みたいなのをイメージします、僕は。老害なんだ。老害って、それこそ僕は小中学校の時は水飲めなかったですね。飲めないと思いますね。僕は休憩とかは取るけど、休憩までは飲めない世代ね。まだ緩和されてる今違うもんね。今はもう飲め飲め、好きな時間に逆に飲めみたいな、大概飲めっていう、あるんですね。だからそのこと言う人はまずいないと思うんですけど、じゃあ例えば職場で、はい、あ、こいつちょっと教育なっとらんと、はい、うん、言ったこともやっとらん、はい、まあ、例えば遅刻をする、はい、と言って1回目注意しました、あ、聞いてません、2回目注意しました、あ、それも3回目、はい、ちょっと言って、はい、ちょっと目つぶれとか、ノースコって言って、バッコーン、はい、これ老害なの。そうですね、それ体罰をする人とかは、こんなの時代やってないよね。そうなんだ。老害なんじゃないですか、ね、それでなおそのポジションに居続けられる人とかって言ったら、そういう、わ、危ない危ない、こういうのちゃんとしとかんと俺多分捕まるよ。老害ですか。老害します。そうなんですか。老害するとはないですけど、今年を召した方で害のある方みたいなのを総称でそういうふうに言ったりしますね。それこそ俺らが、はい、あの若い時とかは言われてたとか教えてもらったのは、はい、その年功序列っていう言葉があるでしょ。はい、そうです。まあ、先に生まれた方だったんで、はい、からの教えっていうのは、まあ、まあ忠実に守っていく、はい、そうですね。1年でも上の人は先輩だし敬語だしいうのはあったね。確かに。今やもうそういうの時代じゃないんだ。そうですね。ある程度の年を召した方への配慮っていうのは俺は必要かなって思うんですよね。僕もそう思います。うん。はい、例えば僕47なんです。マック31でしょ、はい。けど、やっぱり仕事になると多少敬語で話したりするときもあるじゃないですか、お互い。それはなんでかって言ったら仕事だし、はい、お互いをやっぱりその仕事の相手として見てるから敬語を使うんだって尊敬してるからね。まあ普通に仕事じゃない時には、まあ、普通にざっくり話したりするじゃないですか。けど年が上の人に対して自分が立場が上でもやっぱり俺はタメ口は無理と思うんですよ。僕も無理っすね。いや、僕それこそ外国行ったら言われますけど、うん、無理ですよ、タメ口で言うから。うん、やっぱ言えないっすよね。いや、うん、年上だったらまあ、相当仲良くないと、家族ぐらい使いそうくないと、年上の人にはタメ口ちょっときついですよね。きついですね。それを上の人から圧をかけられるのが老害ってことなんですよね。そうですね。だから今の時代を把握してない年配の人たちのことが老害ってことなんですかね。あ、まあ、けどたまにあるね。うるせえじじいって言うときあるんですか。うるせえじじいのときありますね。なんかおじいちゃんとじじいがいるじゃないですか。はいはい。おじいちゃんっていう人と、いる人と、じじごら、ごら、いますと、いますとね、はい、うん。
おばあちゃんもしかり、そうですね、おばあちゃんっていう人もおれば、はい、すっせばばおらみたいなね、はい、いますね、います、います、はい、私たちの時はこうやったとよ、そう、知らんな、知らんなみたいなありますよね、うん、いやもう今のルールはこうですっていう、アップデートしてくださいよっていう、確かに分かりやすいのはその部活の水問題ね、そうですね、弱害っていうのってですよ、弱害、逆に、うん、老害っていう言葉がもう言い過ぎてて、うん、多分このご年配まで起こったのでしょうね、若い方で害もあります、若い者の害って昔からあるじゃないですか、まあそうですね、その極論で言うと暴走族もそうでしょ、そうですね、成人も暴れたりとか起こったら、まあ九州だとね、あるとか言いますね、沖縄あるぐらいだったら、あれ弱害なんですか、でもああいうなんか若気に至り系っていうよりは、うん、え、何が悪いんですか、あ、開き直ってる、開き直ってる感じのなんか言ってもそのさっきのこの体罰のことに関して指導するってことに関して何も間違ってないわけじゃないですか、遅刻、うん、してることに対して指導するっていうのは何も悪いことしないわけじゃないですか、うん、まあ、その手法がちょっと古かったっていうのだと思うんですけど、例えばそういう正しく指導してることに対して、でも起きれないですよ朝みたいな、もう開けなっちゃってる、バスコンやねそう、バスコン、バスコンそんなもの言われた日にはそう、おっちゃんたちはバスコンやね、バスコンです、バスコン、ちょっとさっきから男女の話題とかも話しましたけど、うん、こう言い過ぎて、うん、今度言われる側になっちゃってる、いやそんな言うならじゃあ言わせてもらうけどっていう状態に今なってる、へえ、はい、そうな、多分俺もなると思う、さすが僕が会社の社長、はい、社長でいて、言ったら遅刻してくる若い子がいて、お前なんで遅刻したの、はい、って言って、起きないですもんって言ったら一回ちょっと何言ってんの、そうですね、バスコン行っていいみたいな、バスコン行っていい、そうだよ、バスコン、バスコン、お前なんで殴れたか分かるか、はい、で、けど捕まるんですよ、これダメでしょうね、今はいかなることになって暴力なんていう感じですね、ダメ、捕まります、捕まります、僕も学校の先生をしてたじゃないですか、はい、先生してた時に結構あんま僕怒らないんですよ、けど唯一っていうかちょっと見て思うのは、でも大人を舐めると、まあ僕割とフランクに行くんですけど、うん、メリハリをつけなさいってよく言ってたんですよ、うん、メリハリがついてない時もう明らかにそれ舐めとやろうっていう時は結構ガスと言ったりしてたんですよね、へえ、でも先生たちも難しい時代よね、難しい時代ですけど、ね、だからそういう老害弱害ってまたやり合ってるっていうのがありますね、その なんで弱害が起こるんだろう、なんで老害が起きるんだろうって、弱害は知識とか経験のなさやね、まあそうですね、けど老害は知識と経験のありすぎよ、ありすぎだと思うんです、うん、いろんな経験とか知識とかが あるから、はい、経験が、はい、だからそのない若い者に対していろいろこう親切心で教えたいっていう部分もあるんでしょうね、はい、Windows 1とかですよ、 Windows 1、うん、最初にできたからすごいじゃないですか、うん、すごかった、だからもう俺すげえんだぞやつって、そっからアップデートしてないです、うん、あ、わかる、そんな感じで、セブンぐらいの人って次々すごいのが出るだし、うん、自分もあの1からついてきたから、うん、アップデートするのはいいことだって考えるそうなんですけど、うん、多分老害とかいう人は俺ワンだしみたいなのがちょっとあるじゃないですか、分かる分かる、今11ですけどみたいな、はい、アップデートできてないね、できてないって、うちの親、お父さん、お母さん、はい、母親、父親いるんですけど、どっちともアップデートできてない部分があって、あ、 それがスマートフォン使えてないんですよ、だから LINE すらできないんですよ、その携帯が出た時にまずメールを打つことをができなかったんですよ、だから携帯もうまく使えてないんですよ、電話をかけても 取らないんですよ、で、ごめんごめん、持って行ってなかったの、携帯しない、そう、携帯を携帯しないんですよ、でも大丈夫、ならなかったからって、いや、だから持ってないからやろって、そうです、もう、その根本的なものがあるんですよ、うちの母親は、もちろん、学ぼうともしない、だからアップデートをしないから、いまだに LINE もできないんですよ、父親もそうです、そこの態度の面のところですね、うん、LINE できません、ごめんね、までやったら、まだギリセーフなんですよ、うん、いや、LINE できんからメールでやれやみたいな、うんうんうん、っていう感じで来られると、うん、やっぱ害になるじゃないですか、そうですね、はい、学ぼうとしない、学ぼうとしないっていう、で、俺はこういう人間だ、精神だ、はい、お父さんはね、そういう機械とかダメなの、いや、ダメとかじゃなくて便利やし、はい、世の中そういう時代やからって言っても分かる、だから、学ぼうとしてる、やっぱり教えてよって言ってきてる人だったら、うん、まだね、全然だって70代、80代の人ってガンガン LINE とかするじゃん、しますね、良くなるのよ、生活が老害ですよね、
プデートしてるかしてないかみたいな感じかな。になるんですかね。はい、けどいい先輩、いい先輩ってけどやっぱいますよ。いや、いっぱいいると思います。それこそ俺よりも優れているにもかかわらず目線を同じにしてくれる人とかは、ああいい先輩だなって思いますね。それは10上でも20上でもめちゃめちゃいらっしゃいますよね。ことあったんですよ。あら、そうなの。はい、そうです。あほなのアホですけど、もう害の結婚感じないです。あ、そうですか。そうです、はい、あ、それ嬉しいけど気をつけとこう。若い人の気は。いや、そうですね。すぐバスコン行くから。バスコン行くからですね。バスコン行くだから、まあ、そうですね。考えを、まあ、若い人もそうです。若い人も含め、考えをこう、改めないというか、アップデートしない、その考えもどうかなって、こう一度触れにかけないっていうのは、良くないことかもしれないですね。なるほどね。金汚い人が多いな。はい。あれも老害なのかな。金汚い人。俺の中では、年上って、やっぱり、はい、例えば一緒にご飯食べに行きました。年上がおごってあげるっていうのは、おごってあげるっていうふうに言うからダメなんですけど、はい、その場を、見よって出すのが年上だったんですよね。はい、僕もそうやっておごってもらったんですよ。で、おごってもらってて、すごく年配っていうか、年上の先輩に。自分が例えばお金を持ってるときは、今度僕がおごりますねって言ったんですよね。それの先輩、なんて言ったかというと、俺におごる必要がないって言った。俺も、自分の先輩がいて、その先輩とか年配の人におごってもらってきたって、はい、でそれを今、今度お前に返してる。なるほど。すごいいい先輩だなと思って。いい先輩ですね。だから自分が今度後輩ができた時にそれは返していけばいい、はい、俺はずっとおごってもらったから、今おごってもらえる立場のお前たちにおごってるだけ。僕の師匠の須山さん、須山監督が、うん、映像の監督がよくそれを恩送りっていう表現されますね。恩返しはしなくていいよと、うん、ね、あの自分がいっぱい教えたことに対して何か返さなきゃって思う必要はないけど、うん、自分が送ったものを下の世代に送ってっていう、まさにその今おっしゃってることをおっしゃってるんですけど、恩送りって表現されてましたね。俺須山さん年下なんやけど、はい、いつも思ってもらえるそっか、そうですね。でも立場的にね、監督とかされてますからね。須山さんね、兄貴的な部分を一切見せない。まあいい先輩でいいですね。だからね、そういうそのお金の問題ですかね。うん、それの方がケチくさい人は外、逆に言うとね、うん。先輩のくせに割り勘にしようぜっていう風潮が、俺ダサい。あ、そうなんや。九州の文化ですよ。あ、そうなんだ。はい、九州はもうおごり文化じゃないですか。うん。もう行ったらおごるもんだと思う。うん、それこそ男性がおごる、誘った側がおごるとか、うん、まあ、先輩がおごるとか、ね、だってお前もおごってきてもらったろ、もらったろっていう感じでしょ、うん、それができないならもうご飯誘わない、そう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 感じじゃないですか、うん、けど関東関西はそういうのスタンダードじゃないです、全然。そうなんだ。僕住んでたから分かるんですけど、割り勘、割り勘です。これがまあいいけどさ、まあまあ全然それは合意取れてたらいいんじゃないですか。まあね、だからその、あの、なんですかね、先輩風吹かすならそのぐらいやるよっていうことですね。なるほど、なるほど、うん、そうそうですね、そういうこと、そういうこと。結局態度とかの問題にもなってくるかもしれないですね。うん、はい、ってな感じでいろいろ喋ってきましたが、老害と2先輩みたいな感じだったけど、弱害みたいな話も出てきました。うん、分かりました。新しい発見とかありました？あった、あった。やっぱこう話してたら、はい、あ、そういうことかっていうのが見えてきますね。そうですね、僕らもなんか意見がアップデートされていて、うんうん、結構なんか話し始めはあんまり自信なく喋ってるじゃないですか、うんうん、知識も足りなくて喋ってるんで、うん、これなんかシェアするといいですよね。なるほど、ね、アップデートしていかないといけない。そうですよね。このアップデートは終わったので、この動画を見ていただいて、あの、アップデートできたよとか、もっとこういうとこ足りないよっていうのがありましたら、なんかコメントでしていただけたら嬉しいです。ということで今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。もう触れないっす